その日、世界は何の前触れもなく一瞬で崩壊した。あの日から200年、それでも人類は抗っている。今作のフィルム「バント・オブ・キル」ゼロから始まる主人公ゼロを演じた藤原竜也さんです。白い大きなリムジンが再びこちらの会場に到着いたしました。扉がゆっくりと開かれます。ということで、主人公ゼロを演じました藤原竜也さんです。今日たくさんのファンの方も詰めかけてくださっております。よろしくお願いいたします。本当にあいにくの、ね、雨の中、多くの人に集まっていただき感謝しております。ありがとうございます。今回僕初めてこういう企画というか大きな作品に参加させてもらってですね、まあ映画と言っていいですね、これは映画ですよ。もう本当に壮大なスケールでですね、非常にクオリティの高いというかすごいね、度肝を抜かれるようなこう映像を作っていただいて、僕がこう参加させてもらうのは非常にプレッシャーというかね、恐縮というか非常に不安は抱えてましたけど、なんかこう、先輩方に囲まれて楽しく最後まで収録させてもらいました。実は僕は初めて今日見させてもらったんですけれども、実際僕がアフレコというか声入れをさせていただいた時は、ちょっとまだ完成されてない映像をこう元に全くそうですやらせていただいたので、ここまでのものがね、見事にこう表現してもらって、すごい世界だなと、非常にクオリティの高いものを作ってもらったなっていう感じですけれども、あれだけ叫ぶってすごいですよね、皆さんね。強かったです。このゼロがね、非常に強いキャラクターでラッキーな役をいただいたなと思ってますけど、藤原さんも本当にゼロより真っ白になるぐらい叫んでらしてですね、当日も本当にね、声を枯らして体当たりしていただいたので、本当にかっこいいフィルムに仕上がって素晴らしいなって思いました。ゼロを藤原竜也さんにこうお願いした理由っていうのはいや、もう叫びますからね、魔獣化しますからやっぱりもう声で藤原さんってわかるので、あとはもう本当に叫ぶのですごく藤原さんしかいないだろうというところでやってくれるのかなと思いながらお願いをさせていただきました。はい、藤原さんどうだったんですか、最初にポッて話が来た時は。そう、結構叫ばされたんですよねで、三原さんにもね、龍角散とのど飴をいただいて収録中にね、はい、もういいんじゃないですか、もういいんじゃないですかって言っても、いやいや、もう一回その魔獣解放つってバーッとこうやって、いや必死でしたよ僕も。なので必死な中で楽しくやらせていただきました。壮大なスケールでですね、非常にクオリティの高いというかすごいね、度肝を抜かれるようなこう映像を作っていただいて、僕がこう参加させてもらうのは非常にプレッシャーというかね、恐縮というか非常に不安は抱えてましたけど、なんかこう、先輩方に囲まれて楽しく最後まで収録させてもらいました。ラッキーな役をいただいたなと思ってますけど、藤原さんも本当にゼロより真っ白になるぐらい叫んでらしてですね、当日も本当にね、声を枯らして体当たりしていただいたので、
本当にかっこいいフィルムに仕上がって素晴らしいなって思いました。ゼロを藤原竜也さんにこうお願いした理由っていうのはいやもう叫びますからね、魔獣化しますからやっぱりもう声で藤原さんって。その日世界は何の前触れもなく一瞬で崩壊した。あの日から200年、それでも人類は抗っている。コンセプトフィルム「バンド・オブ・キル・ゼロ」から始まる主人公ゼロを演じた藤原竜也さんです。白い大きなリムジンが再びこちらの会場に到着いたしました。実は僕はあの初めて今日見させてもらったんですけれども、あの実際僕があのアフレコというか声入れをさせていただいた時は、ちょっとまだあの完成されてない映像をこう元に全くそうですやらせていただいたので、あの、まあ、ここまでのものがね、あの見事にこう表現してもらって、あのすごい世界だなと、非常にクオリティの高いものを作ってもらったなっていう感じですけれども。あれだけ叫ぶってすごいですよね、皆さんね。強い、強かったです、このゼロがね、非常に強いキャラクターで、あの扉が一気にと開かれます。ということで主人公ゼロを演じました藤原竜也さんです。今日たくさんのファンの方も詰めかけてくださっております。よろしくお願いいたします。あの本当にあいにくのね雨の中、あの多くの人に集まっていただき、あの感謝しております、ありがとうございます。今回僕初めてあのこういう企画というか大きな作品に参加させてもらってですね、まあ映画と言っていいですね、これは映画ですよ、もう本当に